皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日私は奈良女子大学のすぐ目の前にございます家具家電付きの賃貸マンション若草女子学生ハイツという物件にやってまいりました。お部屋の方を見ていただくように、このようにですね、ロフトのベッドや勉強机、そして通道タイプの冷蔵庫、そして振り返っていただくとこのような収納棚、こちら食器棚、そういったものもしっかりとございます。そしてこのようにですね、広々とした収納スペースもございますので、衣類、お布団などの収納にも困りません。またお部屋に、こちらの物件はですね、エントランス部分にオートロックがございまして、こちらもですね、安心の一品となっておるかと思います。キッチンスペースもこのようにしっかりと IH のクッキングヒーターや、シンク、そして食器などを置いていただけるようなスペースもしっかりとございます。またお風呂などもこのようにですね、お風呂、トイレ、洗面所が一緒となった、ユニットタイプになるんですが、使い勝手のいい、そんなお風呂場となっております。玄関スペースにもですね、靴をしっかりと置けるようにもなっておりますし、この物件はオール電化タイプとなっておりますので、ガス代のかからない、そんなお部屋となっております。お部屋は南向きということで、暖かい日差しもしっかりと入ってくるので安心してくださいね。いかがでしたか？学生さんの初めての一人暮らしにぴったりなこちらの賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では各大学生協と提携しております。学生の方は仲介手数料半額となりますので、この機会にぜひ一度ご来店くださいね。ご視聴ありがとうございました。